こんにちは、ふみです。本日はですね、ちょっとしばらくやっていなかった三人ワイワイをやっていこうと思います。2週間ぐらいやってなかったかな。ちょっとね、久々なんですけどやっていきたいと思います。今回は、マーベルコラボの交換所にいたこのニック・フューリーかな、ニック・フューリーを使ってリーダーでね使って、天球に行きたいと思います。一応縛りでできる方いますかって聞いたらいらっしゃったので、まあこれでね募集していきます。リーダースキルがですね、マーベルキャラのみのチームで組むと攻撃力が18倍、2色以上同時攻撃でダメージを半減、固定50万なので、まあ、実質マーベル縛りですね。で、私のパーティーがこんな感じ。フレンド側のリーダーがキャプテンアメリカにしました。多色ですね。で、吸収要因の層と、あとウルバリンにも一応吸収積んで、予備でね、積んで、で、マグニート入れて、お邪魔耐性とか積んで、サノスもね、暗闇耐性持ってるし、火力も出るしということで、こんな感じでいきたいと思います。まあ意外とねいけるんじゃないかな。18倍でしょ、18倍で追加攻撃も含めてキャプテンアメリカが、もう18倍ぐらいかいけると思うんで、ちょっと行ってみたいと思います。天球の絵画の部屋を作りましたので、ちょっとコピーしてツイッターに貼っつけてこようと思います。はい、ツイッター貼っつけてきました。来るかな、見た感じ3、4人は、お、ありがとうございます。いいパーティーだ。これはマーベルしてるわ俺はマーベルしてる。みんな反対側のリーダーなんだった今ナイス、通信中です。はい、じゃあもうちょっとキャプテンアメリカ溜まっちゃいそうなんですかって、いやー、よかった。すんなり来てくださって、とてもありがたい。お、いい、落ち込ん。いけるのか、いけた。よし、いいぞ。じゃあ、パーティーを見ていこうか、みんなの。どんな感じ？お、ニック、ストレンジ、ウルバリン、ソー、あ、キャプテンマーベルできたか。キャプテンマーベルの光パネ。なるほど、なるほど。そりゃ強い。そりゃ強いです。間違いなく強いです。ありがとうございます。いいですね。ドクターストレンジってダメージ吸収なんだ。ウルバリンは進化後かな。はい、こんな感じで3人目、コウスケさんはアイアンマンパーティーだ。アイアンマンニック、いいですね。変身はあと4ターンあるとか、マーベルも入ってる。なるほど、みんないい引きしてるな。マーベルもアイアンマンも引いて、ナイスナイス。まあ、序盤は大丈夫ですよ。いつもさ、なんか吸収のとこでやられるあれは何なんだろうね、本当に何なんでしょう。いつもなんか、あ、こんな感じで、よし、ナイス、落ち込ん。オッケーオッケー。これサノスなんで入れたんだっけな。あー、バインド、バインド。まあバインドは回復できるのでいいでしょう。あ、回復できないかもしれん。覚醒無効度消せないドロップだけかもしれん。それは辛いな。ここに覚醒無効解除と、ここは属性吸収で、これファガンの武器で、これは何だろう、ピーター・パーカー、ピニー・パーカーの武器か。あ、見えなかった。
で、これはあれだ、あれだね、名前が出てこない。あ、これはあれです、あれです、はい、あれです。なんかモンスターの名前さ全然出てこないの、どうにかしたいよね、どうにかしたお。やばい、死にたくないな。バインド返せないんだけど、どうする？それは草。バインド返せないの、今気づいた。ちょっと頑張ってくれよ。頼んだ。影原さんに任せた、私は。で、バインドか。もうバインドってさ、あの裏しらばっかやってるとさ忘れるよね。バインド来ないから、裏しらかり、そのこと忘れてたな。ありがとう。ナイス、ナイス、よし、いいんじゃないか。光と闇吸収かかりますね。お、変身前だけどいけるのか。ナイス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 、いけ。え、今何回？ちょっとバインド列回復いないよね。あ、列回復いるじゃん。じゃあ列で組んじゃおう。これでどうだ。いけるのか。いけた。あぶねーあぶねーあぶねー。さあさあ、今何回なんでしょうかね。果たして全然回数見てない。9回。順調じゃない？やっぱマーベル強いよな。順調オブザイヤーよ。いや、マーベル。テンマーベルマジで。ああ、これはあれの武器だ。マジでキャラの名前が出てこない。おー、ナイス。ちょっとロック解除できないのか。そっか、今自分のスキルで打ってるからだっけ。そうで、ロックされてるから解除できないのか。なるほどね。でも私はそんな多色だから困らないけど、頑張ってくれ。アイアンマンがずっと変身できていない。ぜひ変身してほしいところでございます。でも意外と戦えるんね。ヘブンザード、クロットネイル、ロック、よし。じゃあバインド戻ってきたよ。いいんじゃないの。こんな感じでコンボ数がちょっと少ないかな。いける？あー、危ない。よし、11回たけびな方。ミックはですね、50万固定があるんで2色以上でね、余裕じゃないかな。回復なくても。でも光がないね。光が、あ、ロック解除できる。ナイスナイス。お、来た。アイアンマン来た。変身。アイアンマンって固定、あ、自分の方はしないのね。おー、いいんじゃないか。ナイス。
さあ来ました。属性吸収が来たんで、なんかスキル打ってこうか。どっちがいいかな。どっちでもいいや。これで、まあ、果たして受けるのかどうかは分かりません。抜いてくれ、頑張れ、ニックならできるぞ。あ、危ない。危なくない今の。危なかった気がする。あ、もう終わりじゃん。早い。おー、ロック解除。おー、ジン。これ何？コズミックエースって何の武器？めっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん。おー、カンスト。カンスト、カンスト。さすが。めっちゃ光降ってきてるし。最後、よろしくお願いします。あ、パスされちゃった。最後は決めろっていうことですね。これ決めらなかったらめっちゃ面白いけど。さあ、いったでしょう。よいしょ。ありがとうございました。いや、今回なんならさ、今までで一番スムーズだったのでは？ね。まあ、その、入ってきてくれた方がね、まあ強かった。だってキャプテンマーベルとアイアンマンだもん。それは強いよって感じなんですけど、めちゃめちゃ良かったね。つまずくところ特になしって感じ。さすがマーベルって感じでした。はい、ということで、今回は本当にスルスル行ってしまったので、サムネとタイトルどうしようかな。難しいね。まあそんな感じで、今回は以上です。また来週かな。ちょっと今週末はちょっとわかんないんですけど、まあ来週末は絶対にやると思うので、やりたい方は Twitter フォローしていただけると嬉しいです。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよならー。